ャンポンです。おはようございます。おはようございます。ということで、今回は、近鉄橿原線の岩見駅を訪問していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、奈良盆地を南北に貫く近鉄橿原線でございますけれども、今、岩見駅の西側に新しいロータリーと駐車場ができておりまして、奥には県立高等技術専門校という学校も見えますね。こちら新しいロータリーということになっております。石見と書いてですね、岩見と読む。まあ、これもね、知っていないとね、ちょっとなかなか読めない駅名なんじゃないかなと、難読地名の一つなんじゃないかなと思います。ね、近鉄橿原線の岩見駅っていうのはね、四季郡三宅町に位置しまして、急行は通過して、まあ、各駅停車しか止まらないというようなね、駅になっているというようなことになってます。周りもね、駅の周り周辺も田園地帯が広がっており、まさにね、奈良盆地のど真ん中で広々としているというような勝手なイメージなんですけれども、これをご覧の皆さんどうでしょうかね、どんな風なイメージを持たれているでしょうか。この岩見駅が位置する奈良県四季郡三宅町、聖徳太子ゆかりの地、三宅の原などといったね、説明がこちら駅前の掲示板にもありますけれども、町自体はですね、かなりこう小さくて狭いような町に、なっているというようなことがここにも書かれております。こちらにもね、掲示板に、説明がされておりますけれどもですね、まあ、ネットで調べてまいりますと、日本全体の自治体の中でも4番目に小さな市町村ということで、まあ町でいうと大阪府忠岡町に次いで2番目に面積の小さな町というようなことが分かりました。まあ、非常に小さいということでね、この駅前の、ま、掲示板の駅周辺の案内図の中でもね、この案内図の中に三宅町の面積のほとんどがね、収められているというようなことです。で、この三宅町で愛されてやまないミヤッピーというキャラクターもさることながらね、この町の小ささ、面積の小ささっていうのは、まあ一つの売りなんじゃないかなと思います。この奈良県全体の地図を見ましてもね、三宅町っていうのは非常に小ささ、これはね、逆に目立っているんじゃなかろうかというようなことでね、させていただいております。最近三宅町はね、交流まちづくりセンターミーオっていうのね、今年2021年にオープンしたばっかりでございまして、現在進行中で、この三宅町もね、現在、進行開発中ということで、まあ、石見と書いてこの岩見と読むね、この駅、そのような、元気な三宅町に、位置しておりまして、その周辺も田園地帯や、住宅、まあ、家々がたくさんあります。この映像奥の方にね、京奈和自動車道とクロスしていますね。近鉄橿原線は 地上を走りをまして、そして京奈和自動車道が、その遥か上空を通っているというような形になっております。もちろんね、歴史が全然違います。線路の東側が改札口、駅の改札口となっております。駅前の広いスペースも、こちら側にね、ありますけれどもですね、待ち合わせとか、送り迎えなどのね、そういう場合は踏切を渡って、先ほど動画の最初にも出てきました線路西側のロータリーを使うのが便利なんじゃないかなと思います。まあ、最近整備されて綺麗に広くなっておりますので、ぜひそちらをご利用ください。駅の位置的にはですね、湯崎と田原本の間、実はね、田原本線の黒田駅っていうのもあるんですけれども、それも実はね、位置的には結構この岩見の近くにあるというようなことなんですよね。三宅町の植物であるアザサっていうのもね、ここに、置いてあるんですけれども、アピール結構されておりまして、まあ、駅前にもね、結構いろいろ置いてあったりします。アザサがあります。映像では僕はね、今掲示板をなんか説明しているような映像になってますけれども、その内容何が書いてあったかというと、街の中はね、迷路みたいに結構複雑になってるから気をつけてねっていうような話が書いてありました。まあ、地域に住んでいないとなかなかね、降りることもないこの岩見駅、ここはここで頑張ってるなというような、そんな感じを印象を受けるような駅でした。まあ、うろうろしてみて初めて分かったこともいろいろありましたね。あざさとかありましたし、ただしね、先ほどの掲示板でね、迷路みたいになってるというようなことがあったように、家々がね、多く立ち並ぶ集落は昔から続くというような歴史ある場所なんで、結構ね、やっぱり昔からの集落、車で通り抜けるのは難しいんじゃないかなと、通りにくいなという印象を受けました。さあ、ちょうどね、近鉄橿原線京都駅の各駅停車が通り過ぎていきました。駅前のこの踏切もね、急行も通り過ぎれば、まあ、各駅停車はもちろん通っていきますので、結構稼働率が高いんじゃないかなと思います。今回もね、見ていただきましてありがとうございました。